何それ？ラーメン。お、すごいじゃん。見て、ちゃんはキムチ。キムチ。キムチラーメン。ねえ。伸びて伸びて。伸びて伸びて。伸びて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 。熱いよ。ホームチゼン。清浄機の設置をしたりします。こちらの避難所運営にあたっている伊達市の担当者の話では、台風から1ヶ月が経って避難している人と114人にどんな支援が必要なのか、しっかり向き合って話をしていきたいということです。自分の住まいがどうなるのか、ちょっと固めで開けるといい。不安を抱えながら避難生活が続いています。福島県伊達市からお伝えしました。台風19号では死者が91人、今後4人が行方不明で2460人が
避難所での生活を余儀なくされています。あっちな、あっちこれキムチどうかな。中心にお伝えします。まずは今日の被災地です。各地で黙祷が行われました。あ、一番目であるからいいんじゃない。いや、うまいし、いやちょっと塩濃かったかな。辛いの。いや辛いって、まあそっちをね、失われたものです。まだ塩が抜けてないかな。もうちょっとかかるかな。3日か4日で辛すぎた。1日塩強いでしょ。最初、あ、キムチって言うキムチだけど、辛いわ、ちょっと、まだ、うん、もうちょっとしたら落ち着くんじゃない。中の方大丈夫だ、うん、もうちょっと慣れてないの、うん、美味しいよ。いや、納得いかない。台風から1ヶ月となり、自宅に流れ込んだ泥はほぼなくなりました。きっとこれから美味しくなるよ。うん、まだちょっと早く。どうやって引き上げるんだか分かんない。あと3日ぐらいかな、塩がこっちに移るの。当面、自宅には住める状態ではありません。いっぱいありすぎて、なんだろう、一日一日やってくのが やっとですね。全部行かなくてよかったね。亡くなった志賀正秀さん、地域の住人からまんちゃんと呼ばれていました。濁流に巻き込まれたと言われています。何やる。近所に住む友人2人が自宅の前に花を供えました。僕がやってたものだよね。うん、またおはよう。うめ。うめ。見えなかった。ちょっと伸びたね、やっぱ。どうかな、その方の方がめっちゃ伸びてるよ。もうちょっと濃くてよかったかな。パスタで作ったの。うん、日用ライフが得意だった志賀さん、アクシデントが近所の家の修理をするなど親切な人だったといいます。ニコニコやっから、ニコニコ、ほんと高めの人だから。マージャンって学校食べてる前に食べたもんね。警察に入った連絡によりますと、土砂崩れが起きて行方が分からないままとなっている神奈川県相模原市緑区の佐々木睦夫さんの捜索では、今日午後一人が遺体で見つかったということです。付近では妻の遺体が一昨日見つかっていて、警察は遺体は睦夫さんとみて関与を捜索しています。時間が経つと上手に食べるね。農業の被害の大きさが明らかになっています。うん、ちょっと塩きつかったかな今回。県鹿沼市のいちご農家、大越秀典さんです。農業用ハウスが被害を受けて、シーズンの出荷を断念しました。車とか買ったりとか修理とかしてると、やっぱりどんどんお金が。でも今でこれなら今までの中で一番美味しくできたんじゃない？ちょっと不安。それこれ小町？小町。台風19号と、うん、その後の大雨による農林水産関係の被害などが、小町。今朝7時の時点で38の都府県で合わせて1,500円となりました。小町って言ったら小町って何？神奈川県箱根町です。友達の名前。土砂崩れの影響で今も箱根登山電車は1日間で運行できない状況です。あ、みんな
なくなったのかね。温泉供給会社の配管などが壊れて、多くの旅館などへの供給も止まっていましたが、順次復活し、今日は影響が特に大きかった強羅地区の全域で温泉の供給が再開しました。秋の紅葉シーズン、どうなのかなと思ってましたけども、大きな顔して、どうぞっていう、言いたいです。普及に向けた動きも進んでいます。水をかわいい。記録的な豪雨災害になった台風19号、全体像を振り返ります。各地で年間降水量の3割から4割に当たる雨がわずか1日2日の間で降りました。川の氾濫はかつてない規模で発生。東日本や東北を中心に71度ちょっと辛くしてよかったかな。堤防が決壊、キムチ延べ301河川、うん、だけどさ、お母さんも食べさそうだからさ、そしてえげえ辛くしないでよ、えげえ土砂災害の危険性を表しているんですが、このように線が高いことを示す赤や紫の範囲が広がりました。もうちょっともうちょっと酸味が入ったらいいかな。起こしてないね。記録が残る昭和57年以降最も多くなりました。そして亡くなった方が福島県で31人、宮城県で16人、神奈川県で15人など全国で合わせて91人となっています。あっち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 あっあるいは雪の満載者の役割だった人もいます。従業員の命を守る残ってる人一人か。企業は課題に直面しています。福島県白河市の大橋みのりさんです。隣町のスーパーに勤めていましたが、車で帰宅中に亡くなりました。先月12日、スーパーは通常より早く閉店し、大橋さんの午後8時頃には行きそうだということです。おばあちゃんちしかし、この地域は今後の特別警報の予定でした。大橋さんは川から流れた濁流に乗り込まれ、カルピスレモンソーダ、カルピスレモンソーダ、それそう。こちらは見たい。地元のスーパーです。あの日、すべての店舗を午後6時までに閉店しました。ありがとう。いわき市が台風の暴風域に入ると想定された午後7時半頃までに全部を帰宅させています。各地の店長に流した緊急メールですね。従業員全員が無事に帰宅できたか確認し、本社に連絡するように指示されていました。その結果、営業終了の2時間半後にはパート従業員も含めてその日に出勤したおよそ2000人の安全が確認できたということです。タレの味薄いね。薄くない？大丈夫？肉のタレ。しかし課題も残りました。うん、店長の店は店の被害が心配で、再び店に戻る人がいたことが後から分かりました。僕ないそこ。今後は災害時に店に戻ることを禁止することにして、打ち震えるでしょ。まあ今回強くしちゃったな。いつも塩っ気ねえからちょっと強くしたらこうか。被害になってしまったスキーコストでは非常にこのコンセントになってしまうので、その営業的なものも大変重要だと思いますけれども、従業員の安否の方が重要だ。専門家は、これまでの通勤が多い地方の企業ならではの課題だとした上で、次のように指摘します。そうか、どのような時代が起きているか、会社の社員をですね、早めに帰宅させるのかといった独自のガイドラインとか危機管理のマニュアルみたいなものの作成が求められています。中小企業になりますと、やはりそういったその独自の、自分たちの会社でのちょっと塩きついね、マニュアルというのを作成するのは非常に困難なこのケースが考えられる。どうやって社会でコミュニティで、これからでは課題になってくると言えない。
台風10号ではダムの貯水量をどうコントロールするのかという課題も改めて注目されました。先月緊急放流を行ったダムは3つありました。何が起きていたのでしょうか。おいしょ。おいしょ。ダムの水面には多くの木が浮かんでいます。ガキガキ。おびただしい量の流木。福島県の高芝ダムです。撤去はボートに乗って集め、これ一個一個やるの地獄。すべて取り除くには5ヶ月ほどかかる見込みだということです。台風19号の接近時、各地のダムは降り続く雨で貯水量が限界を迎えつつありました。台風19号の接近に伴い、神奈川県は今日午後5時から緊急放流を始める見込みだと発表しました。これパラパラ。福島県の高芝ダムでも当時上流で想定以上の大雨が降ったため、ちょっともうちょっと酸っぱくならないとダメかもな。さ発行して、あと3日か4日だな。ちゃんと同じような顔してる。なんでよ、もう大雨で流入量が多くなり、ダムの貯水量が減点に減っていくと。腹立っていく。ちゃんと腹立っていく。やっちまった。気をつけて。アングリーコントロール。もうあげないでいく。もうあげない。もうあげない。もうあげない、うん、もうあげさせない。うるせえ、おめえがムカつく。ちょっと待って。下流の川が氾濫し、8人が死亡しました。はぁ、とばっち。台風19号の豪雨では、高芝ダムのほか、茨城県、栃木県、神奈川県、それに長野県のほら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 、ダムで緊急放流。ドキン持ってくるから。氾濫の恐れを伴う。なめるな。国対策として国が有効だとしている一つが事前放流です。ないよ、もうこぼれちゃったからね。それぐらいでやった方がいいな。ただ本来水道や発電、農業などに使う水で、もし大雨が降らず放流分の水が、まだ加減知らないんで私、ごめんなさいね、みちゃん。そのため、あらかじめ利用者と協議をしてルールを決めるなど、力加減が分かんないんです。インスタントラーメンは各自で作って食った方がうまいな。なんかもうちょっと俺、硬い方が好きなんです。また、国土交通省によりますと、でもおばあちゃんは硬い方が大嫌いなんです。あ、柔らかい方がいいの。これちょっといいの。あ、そうか。俺の好みはやっぱり、あり方だもん。事前放流の自治体制が整っていなかった。高芝ダム。坊ちゃん。実は台風接近前に事前放流を実施していたことが今回分かりました。ダムの水は工業用水として事業者などに提供しているため、県の企業局に了承を得て急遽事前放流を行ったということです。ただ十分に水位を下げることができず、ごちゃん、緊急放流ごちゃん、みーちゃんごちゃん、下げれるっていうのは見とけば、こう柔軟にですね、水位を、熱あまりには元気です、元気だったなと思います。専門家は、西日本豪雨を教訓に、西日本ではルールを決めたダムが増えている一方で、東日本ではまだ少ないと指摘します。ちょっと取りに行きます。私もらいに行きます。ダメです。判断を更新したりだとかですね、この辺りも、まあ、あのいわゆる事前 そのルールを決めておくってことです。うれしそう。こぼさないんだよ。この秋は台風中心に大雨の被害が起きていました。これも大きい。千葉市付近に上陸した台風の集合は、大丈夫みちゃん。もうちょっと大丈夫かな。飲ませろ。いや、まとめておいて水出さなきゃ、これ個別でやったらそこまで抜けるかなっていう。福島県で平年の10これもまだ、うん、まとめてやるからじわっと潮が抜けてくるけど、これ単体だとあれかな。まあいいや、なんとかするからラップして。
NHK のまとめではこの秋3つの災害に合わせて全国でヤンニョムがちょっと塩気足りない気がするんだよな。もうちょっと待ってもこなれるか。様子見るか。いつも1週間見てるからな。もう4日じゃちょっと早いな。うん、確かに。あと3日待つか。招待者を選ぶ基準は総理大臣主催の桜を見る会を巡って議論です。みーちゃんこぼさないんだよ。新政権の大変なおもりと今が象徴されている話ではないかなと。誰でも議論は選挙区の皆さんに配慮するのは当然のことであると。昭和27年から開かれている総理大臣主催の桜を見る座って食べよう。アンチてあげるから、アンチてあげる。もうなんかポンポンかい。なんでこんなの必要なの。あ、手洗うのかい。いや、インチすごいんじゃない、この桜が。新宿御苑の私が見に来ればいいじゃん。税金使ってみることないです。1個いる、1個が1個だけ。どんだけって言ってる。どんだけ。700万円余り。来年度予算案の概算要求ではその3倍を超える5700万円余りとなっています。政府は対策の強化など近年の状況を見せた改善点をやりたいことやるからと説明しています。にしても27年間やってるんでしょ。一方、野党側は安倍総理大臣の講演会から多くの人が招待されているとして公的な行事の私物化だなどと批判を強めています。今日開かれた追及チームの初会合では招待者を選ぶ基準が不透明だとして、国に貢献したい人とかそういう人たちを呼んでやってたみたいだよ。あ、そう。それがだんだん安倍さんになってから衆議院本会議では自分に貢献したい人に俺も呼んでくれや。貢献してる。解散要領に基づき幹事長からの意見等を踏まえ各界において功績、功労なった方々などを幅広く来たのはな。ああ、うちが汚い。なんか濡れてる。もうテープいたんだよ。手洗ったんだよ。あ、本当。問題はないという認識を示しました。また招待者の名簿がすぐに廃棄される理由について。それだ。インフルでないことを祈る。知ったな。終えるのに加え、すべて保存。ノリかこれ。個人情報を含んだ膨大な文書を適切に管理する必要が生じることもあり、内閣府が従前から終了後遅滞なく廃棄する取り扱いにしていると説明しました。そして菅官房長官は今後の記者会見で、今後招待者の会に一斉に管理する必要があること、昨日のあのネオンツイストは持ってたやつはどこ行ったの。検討していくことも必要があると思います。もう食べたの。と呼ばれる巨大 IT 企業が独占的な力を強めていると。オーケーグルズ。安倍総理大臣は政府会議でデジタル市場の透明性確保に向けルールの具体案をまとめ、デジタル市場の透明性確保の提出を目指すことにしました。何を透明にするのか。ここでか、あ、トランあれですよ、ブロックチェーンですよ。そうね、うん、あんまりごちゃごちゃ規制加えるともう全く。会議で内閣官房の担当者は大規模なオンラインショッピングやアプリストアを運営する企業を対象に出品にかかる手数料や商品の検索結果の表示価格をどのように決めているか明らかにすることや事業内容の定期的な報告を義務付けるなどとした新たな法案の考え方を説明しました。また会合では顧客の情報から関心を推測して広告を表示するネット上のターゲティング広告について不快に感じる人が多いと指摘されていることから実態調査を始めることを確認しました。今日はご覧のような項目をお伝えします。はい、次のみ、はい、ごちそうさまでした。パッチン。
車に乗っていた。まあこれはこれでいいか。ありだな。あり。